皆さんこんにちは。今回は凸800、ダー800アビリティは貫突すべきかっていうことについてお話ししようかと思います。この動画撮ってる時点だとこのキャッチハートオーダーっていうのが出てるんですけど、これ力強い運搬クラインってやつが凸属性で攻撃時に攻撃力が800上昇っていうのがあるんですけど、これは限界突破を最大まですべきかっていう話なんですけど、まあ俺この前ガチャ動画出してこれ当たったやつ出たと思うんですけど、そういう動画がこれも同じね、凸属性で攻撃時に攻撃力が800上昇のやつで、俺はですけど迷わず速攻で貫突しました。これ最大まで限界突破しました。なんかそのメモリア小石っていうのが必要なんですけど、限界突破にはメモリア小石っていうのがなかなかこう手に入りにくいんですよね、このゲームって。まあなんかその課金者用みたいな感じはしますけど、まあとにかくその無課金の人とかね、結構貴重なアイテムなのでメモリア小石っていうのが、まあ、使うべきかどうかってあのね悩んでる人がいるので、でこれなんで一気にこれ俺貫突したかっていうと、この性能でさらに覚醒効果がついたものが来るとは思えないんですよ、俺個人の感想なんですけど。まあこの有名なこのパワーライズ3ってやつ、攻撃力が800上昇するやつと、パワーライズ4っていうやつがこれ覚醒付きのも出てるんですけど、まあ4の方はちょっとデメリット効果すごいあからさまなやつというか、なんかすごいね大きなデメリット効果があるやつなんですけど、それらがすでに出てる時点で、まあさっきの凸800、凸属性攻撃時に800上昇するやつ、あれまで覚醒付きにしちゃうとやばいと思うんですよ、パワーインフレというか。まあ、なんでそれ併用するとやばいかっていう話なんですけど、始めたばっかの人だとこのパワーライズっていう効果、これ同じ効果複数つければいいじゃんって思うかもしんないんですけど、このゲームってアビリティの効果ルールっていうのがあって、このアビリティのこのカッコで囲まれたこれだったら攻撃強化4ってやつ、これが同じ文字だったら複数装備してもそのうちの一つしか発動しないんですよ。だからこの攻撃強化4っていうアビリティ効果を2つ装備した場合、どっちかしか発動しないっていう感じなんですよ。だからパワーライズ3、パワーライズ4、さっきの凸800、ダー800が必要になってくるんですけど、なんでこういう性能でさらに覚醒がつくとやばいかっていうと、この800上昇以外にもこれ効果がついてるんですよ。これがマジで強い。今このオーダーで出てるやつはこの凍傷追い打ちってやつで、敵を凍傷にするとこれ攻撃力が 18% 上昇するアビリティ効果なんですけど、まあ、こっちは敵を出血にすると 18% 上昇なんですけど、これがマジで強いです。まあ、これってそのパワーライズ3とかパワーライズ4とかそういうスキルも、まあ、こういう発動条件は違うんですけど、何かしら攻撃力が上昇とかそういう効果がこの800上昇に加えてこれついてたりするんですよ。でこの効果がマジで強いんですよ。だからこれでさらに覚醒ってなるとマジでやばいっていうか、パワーインフレがすごいことになるんじゃないかって思ってて、個人的に。まあ、あとはこの戦線維持ってやつは、まあ、火事場弓対策なのか知らんけどついてるんですよ。火事場弓っていうのは自分の HP が低いほど強い効果が弓スキルに多いので、そういうスキル群を使った戦い方が火事場弓っていうんですけど、まあ、詳しくはこの記事にまとめたので動画説明欄とかに貼っておくんでリンクを、まあ、そういうのを使う時に回復すると、まあ、威力が落ちてしまうと。まあ、ただねこのパワーライズ4のサチってやつを使うと、まあ、自分の HP が減るデメリットがあるので、それと一緒に使うといいっていう話あるんですけど、これ自分の HP が 50% 以下の時3秒ごとに HP が 5% プラス200回復ってって書いてあるんですけど、3秒ごとに 5% ってことは30秒経ったら 50% 回復するんですよ。30秒で HP の半分まで回復しちゃうので、この戦線維持っていう効果がすごくて、まあ、火事場弓じゃなくて、まあ、槍とか片手再建とか使うときはすげえ回復するので、まあ、火事場弓でもね、なんか迷宮区回るときに、あのナーシャとか61層フロアボス回るときにね、あの攻撃が絶対避けられないっていう場面もあったりするんですよ。やっぱパーティー組むと特に他の人にヘイトが向いたりして、わけわかんない方向に攻撃が来て被弾し
ちゃったりして、まあ、そういうのでこあのダメージ受けて、でそれでただそのカジバユミだからその HP ギリギリにも保ちたいしちょっと回復したいしっていう時に俺はこれすごく良かったんですけど、まあとにかくこれはデメリットもメリットにもなりうる効果ということで、なんかやっぱメモリア小石ギリギリだから本当迷ってるっていう人いるんですけど、俺はもう迷わずに貫突しました。俺はですよ、もう多分覚醒付きとか来ないと思うんですよね。これスキルレベル80だと突属性で攻撃時に攻撃力が660上昇になるんですけど、まあ、メモリア小石渋ってる人はまあそれでもいいのかな。まあ、今後さパワーインフレが本当起こってきて覚醒付きが出てきたとしても、まあスキルレコードって本当場面によるから、そうどのスキル使えばいいかって、その覚醒がついてないからって絶対使わないっていうわけでもないと思うし、結局組み合わせのゲームだからある程度強いんだったら、ある程度というかめっちゃ強いので貫突しておいていいんじゃないかって俺個人は思います。まあ、そこはあとは自己責任でやったら、まあ、大体そういう感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。